身長ビヨン石井学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はですね身長先生式成長ホルモン治療の投与量について説明していきたいと思いますということで、今までさ副作用のことだったりだとかあと投与期間とかドーピングについてお話をしてきたんだけど今日はね投与量についてお話ししていきたいかなと思います。身長先生式成長ホルモン治療ですね、成長ホルモン治療と春季コントロールする薬と、栄養補充とあと生活の改善ってところでこの4つを、総合的に治療していくんですけども今日はその中でも成長ホルモンの部分、そこについて説明していきたいと思います。その投与量なんですけどズバリなんですけど体重によって決めますので一つは体重ですよって説明になってきます。でこれはなぜかというふうに言われるとこれは私、身長先生式というふうにもお伝えもしてるんだけどもいわゆるですねエビデンスですよね、論文上でそういうふうに体重で、区分されているのが一般的で私もずっとそういうふうに投与してきました。やっぱりそこが一つと、投与の方法とか具体的な数字に関してはここまで皆さんはご理解いただく必要はないかなと思うんだけど1週間あたりの体重1キロあたりによる投与量によって決めていきますので例えばなんだけど 0.23mg パーキログラムパーウィークとか 0.30mg パーキログラムパーウィークとかそういった風にして決めていきます。でいわゆる特発性低身長体質性低身長の場合、論文上だと一番少ない量だと 0.23mg パーキログラムパーウィークっていう感じになってきますね。これは、なかなか分かりにくいと思うんだけど仮になんですけども体重が30キロだというふうに仮定すると 0.23 に30 6.9 ですよね。 6.9 でそれを、1週間でやるってことだからこれを1日あたりだと7で割るんだよね。そうすると 0.985 っていう感じになってくるのでそうすると1日あたりのトイレが7時間後ですと 0.99mg パーデーというところなので、最低トイレは 0.99mg だよという説明になってきます。一方で最高トイレに関して言うと、一応私の方だと 0.375mg パーキログラムパーウィークという説明してますので、例えば、30キロのお子さんであれば 30×0.375 をすると 11.25mg 1週間に入れる必要があると。これ7で割るとって見ると1日だと 1.60mg ということで、こういうふうにしてトイレを決めていきますので、少ない量であるのか多い量であるのかってところで論文上一番少ないのが 0.23 で一番多いのが 0.375、 これもちろん多少前後ありますよ。ただ私はこういったレンジを採用してますってところで、そういったところの中で選んでいくってところになります。例えばですけど今ほどお伝えしたのも、1.0 であるのか 1.6 であるのかも結構値段が変わってきます。例えばですけど今までパッと見ていくと価格に関して言うと3ヶ月おきに価格が改定してきますので、いわゆる仕入れ値とか、社会情勢がいろいろ変わってくるので参考程度にしてほしいんですけども、例えば 1.0mg いわゆる10日で1本ぐらいのペースですね。 1.0mg いわゆるさっきお伝えした少ない数字だったけど250万とか300万ぐらいですよ年間ですね。今が3月末ですよ。2020年3月末のレートで言うと、250万か300万ぐらいってところになってます。一方でその多い方の量ですね、多い方の量7日で1本になってくると、350万か430万ってところで100万ぐらい下がるのかなってところで、だいぶ値段が変わるのがお分かりいただけると思います。で100万分高いだけでじゃあ損するのかっていうと決してそんなことはなくて、投与量多い方が効果高いですのでどっちでやるかっていうのは、皆さんね、ご予算とか目標身長とか、ね、そういったところによっても投与量変わっていきますのでそこはご相談いただければなというふうに思っています。でただここですね、こんな質問が出てきますね。いわゆる1万円あたりの身長の獲得率、獲得センチに関してどっちの効率がいいかというとそれは、過去に計算したんですけども少ない方が効果高かったですので、コスパはめちゃくちゃ重視される方に関して言うと、0.23mg の方ですね、低容量側で検討されるといいと思います。ただしできるだけ伸ばしたい方に関して高容量側の方が身長高いですので高容量でやってください。あとは低容量と高容量に関しても副作用の発生頻度は変わらないというふうに言われてますので、そういった意味で高容量の方が得でしょう、得というかやった方がいいでしょうと。であとはこれ全体的な論文の流れなんですけども最近見る論文に関して 0.3mg 以上ということで結構高容量の論文がほとんどかなと思いますので今後流れに関して低容量ってなくなっていくのかなっていうのも、皆さん一つねご理解いただくといいかなというふうに思います。はい、それではですね今後も全身全霊で身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。